ベトナム遠征とかでアジア大会経験とかもさせていただいて、貴重な経験は中学生から。はい。はい、マイケル社長です。こんにちは。今日紹介するのはこの女性ですね。髪の毛ね、これ写真見てください。短いじゃないですか。ね。で、こいつがなんか、いやうるさいんですよ。なんか、ボスレイリーって言うんですけど、で、今日、出たいということで、出ちゃってますけど、この時よりも髪の毛短く切っちゃってますね。もう、小僧っていうあだ名と、ボスレイリーとかいろんなあだ名があるんですけど、まあ、フルネームは、オノレイリー。背番号21番です。今日はね、ちょっとボスレイリーと、マイケルがいろいろとお話をしていきたいと思います。じゃあ改めて自己紹介、ボスレイリーお願いします。はい、ボスレイリーです。大分県大分市出身で、まあ、サッカー始めたきっかけはお姉ちゃんの影響ですね。3つ上の姉がいて、姉がサッカーしてたんで、幼稚園生の頃に多分ついてったら勝手にもうボール蹴っちゃってて、そしたらもう気づいたらどっぷりサッカーにハマってました。なるほど。はい。もう、あれ、何歳から？6歳ぐらいですね、多分。6歳か。マイケルが3歳からやってたんで、6歳も結構早いね。はい、1年生？いや、年長さんでチーム入ってて、もう多分その前についてたんで、ボール蹴ってたのは多分もっと前。で、ちなみにボスレイリーはね、アンダー14歳以下のナショナルトレセンとかにも入ってるとか、どうとか、なんとか。そうですね、一応年代別の代表は、まあ選出していただいて、ベトナム遠征とかでアジア大会経験とかもさせていただいて、貴重な経験は中学生から、はい。まあ、俺もベトナム代表みたいな顔してますけど。ミャンマーとか。やかましい。ダウンミャンマーや。うん。で？で、まあ、中学、小中は男子の中でクラブチームだったんですけど、大分のブルーウィングっていうチームでずっとさせていただいてて、女子一人で、まあ、男に負けずガンガンやってましたね。で、やっぱ男に負けずに戦いすぎて髪の毛がどんどん短くなっていっちゃったんですかね。元からですね。元からですか。はい。なんか前の写真でボスレールの写真見たんですけど、はい、ラインがガッツリ入って女子選手でラインがガッファー入ってましたもんね。はい、で、じゃあそんなボスレイリーなんですけど、なんでこのドルソーレに入団してくれたんですか？もう入団きっかけは、ビーナスキャプテンの田頭陽子、先週出てた、はい、おはよう子。おはよう子ですね、はい、おはよう子とか言ってね、出てたんですけど、おはよう子、はい、自分、高校、鹿児島 の神村学園のところに行ってたんですけど、そこで卒業してすぐ福岡のアンクラスっていうチームに行って、で、二十歳で一回サッカーやめたんですよね。もうサッカー嫌いになりそうだったっていうのと、あと仕事をもっと社会人として経験したいっていうのがあって、で、やめて、で、まあその後オーストラリア行ったりとか、指導者経験してたんですけど、その時にアンクラスっていうチームで、おはよう子と自分が同じ助っ人って形で出会ったんですよね。で、そこで、ビーズサッカー面白いよみたいな、面白いの好きやろみたいな感じでこう呼ばれて、全然最初入る気なかったんですけど、地元大分で別府で試合があるっていうから見に行ったんですよね。そしたら見事に面白い渦に巻き込まれちゃいましたね。巻き込んじゃいましたね。マイケルフックで巻き込んじゃいましたね。はい、もうガッサーいかれましたので、ガッファーいかれましたな。完全にもう今思うと2人にはめられたなって、うん、いやでもどうですか、ドルソーレ入団してもう1年半ぐらい、はい、1年半ですね、経ってどうですか、ドルソーレの生活は。いや、めちゃくちゃ楽しいです。どうですか、例えば。いや、もうやっぱ仕事がしっかりしたかったんで、で、サッカーだけじゃちょっと面白くないというか、サッカーはもちろん面白いんですけど、それだけだったら人生こう謳歌できる気がしなかったんで、で、自分多趣味で興味がめちゃくちゃいろんなのにあるんで、で、いろんなことやってみたいっていう欲が強い中で、それをさせてくれるドルソーレ、まあ、マイケル社長がいるから、
なんていうんですかね、いろんなことにチャレンジできる楽しさを日々感じてますね。なるほど、はい。ちなみに仕事内容ちょっと言ってください。お仕事どんな仕事？仕事内容は、うん、巡回サッカースクール、幼稚園生とか保育園の園に行ってサッカーを教えたりとか、まあ、逆にビーチに来ていただいてそこでビーチサッカーを教えたりっていうのが、まあ、一番の多分メインですよね。うんうんうん。で、あと他は、まあ、広報活動だったり営業っていう部分でスポンサー様のところに挨拶に行ったりとか、そのスポンサーさんになってくださる方にお話し行ったり、まあ、あとはそのスポンサー様同士をマッチングしたりとか、まあ、あとこういう企画やりますどうですかとか、まあ、そういう営業広報活動が次にメインになりますかね。うん、あのドルソルとしては初めてあの選手権フロント的なポジションで今レイリーは頑張ってもらってます。まあ、本当なかなかね、やったことないポジションですし、与えたことのないポジションですけど、まあ本当ね、レイリーも2年目でやってきていろんな出会いあるやん。ありますね。ねえ、やっぱ仕事しながらめちゃくちゃ楽しいことたくさんあるやん。最近なんかめっちゃこれはドルソレの仕事しててよかったってことなんかある？いやー、ありすぎますね。ありすぎるよね、はい、その報告の電話が毎回すごいし俺もするしね今日このスポンサー様がこうこうこうでこうやったみたいな、はい、ねえ、なんかこの間本当ね YouTube を見て YouTube スポンサーっていくらなんとか、なんかああいうの聞いてくれたとかね、なんかそれもやっぱすごい嬉しかったし、まあそれも広報のね仕事の一つでもあるんで、やっぱ興味を持ってもらって、やっぱそこにまあレイリーがフロントとして営業をかけたりとかそういうのも仕事なんで、まあそういうはマイケルはいつも言いますけど、ヒューマンドラマがない人生は嫌だっていうので、やっぱヒューマンドラマの連続を作るっていうのがもう本当レイリーにもいつも、まあ、フロント業としては、まあ、マイケルはいつも言ってますけど、ヒューマンドラマのないイベントはするなって僕は言ってるんで、まあ本当なんていうかな、仕事にならなくてもヒューマンドラマがあるような会話をいただくっていうのがやっぱ楽しいよね。めっちゃ楽しいですね。うん、じゃあちょっと最後ボスレイリーなんか今後の思いとかちょっと熱弁しちゃってください。はい、ボスレイリードルソリに入って1年半ですけど、もう本当毎日が激動で、もう正月って多分早く言ってたと思うんですけど、もう正月超えて毎日がもうパーティーですよねパーティーナイトみたいな感じになってて、パーティー野郎ですね。はい、もうだって隣にいるのがパーティー野郎だから、パーティー野郎ですよまあそんなそのパーティー野郎マイケル社長と一緒に、もっともっとすごい世界へ行けるように、もちろんドルソーレも広めていきますし、ビーチサッカーも広めていきたいんですけど、ボスレイリー自体ももっともっと成長して、もっともっと魅力ある人に、なっていけるように頑張りたいと思います。素晴らしい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日はですね、背番号21番ドルソレヴィーナスの小野レイリー選手を、紹介させてもらいました。本当若い選手が、先ほど聞いてもらったような、あの志を持ってくれてる選手がドルソレにいるっていうのはもうめちゃくちゃマイケル的にはもう宝ですね。もうそういった若い選手たちにどん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 マイケルはもう橋渡しのようにマイケルイズムっていうのを伝えていきながら、プラスマイケルイズムを注入した上でボスレイリーのオリジナリティを混ぜてオリジナルで生きてほしいなと僕は思ってます。でボスレイリーにはこう言ってるんですけど、まあ彼女はいつか社長にもなりたいって話も、僕にしてたんですけど、マイケルから取りたいだけ取れと、奪いたいだけ奪ってくれと、でマイケルから奪いたいだけ奪っていつか自分が社長になった時に使えばいいじゃないかっていうことをですね、まあ裏契約的なところで話しております。まあちなみにおはよう子の裏契約はですね、ちょっとおはよう子の話になりますけど、おはよう子との裏契約は、楽しくなかった私辞めますっておいよってマイケル言ってます。なんでかってマイケルにはずっと楽しくする自信が僕にはあります。それぐらい毎日刺激的な日々を過ごしてるんで、まあ楽しくなかったらやめればいいじゃんって正直思いますし、楽しいものを俺は作っていくって思ってますし、ボスレイリーに関しては楽しい連続を作ってるマイケルから奪えっていう思いで2人とも僕は付き合ってるんで、まあもちろん長く
2人ともドルセンに在籍してもらいたいんですけど、まあ、永遠ってものはないんで、まあ、うちから離れていった時に何かドルソレにいてよかったなっていうものをですね、まあ、ボス・レイリーにもオハヨコもそうですけど、もうそれ以外の選手もみんなそうなんですけど、なんかかけがえのないものを持って帰ってほしいなっていうか、まあ、ビーチサッカーだけがやっぱ人生じゃないんで、ビーチサッカー以外の人生の方が長いと思うんで、まあ、いろんなものをですねこのマイケルから吸収して、そしてボス・レイリーまだ24歳っていう若さがあるんで、どん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 吸収して、まあ、素敵な人生を謳歌してもらいたいなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。また、来月どの選手か紹介しますんで、またお楽しみに。じゃあまた来週、さよなら。バイバーイ。バイバーイ。